この手で守ってみせる。男をあげるぜ。抵抗する者は容赦しない。八王子城にいる者は誰彼構わず根絶やした。闇夜で敵の布陣は読めんが、構うことはねえ。しらみつぶしに叩き切れ。圧倒的な力を見せつけるのがこたびの目的ならば、大将閣が誰一人欠けてはならぬ。本陣に攻め込まれるなどもってのほか、さように心得る。やめてくれ。よく見てくれ。わしらは兵士じゃねえ。こうするしかねえんだ。こうでもしなきゃ小田原の連中はわからねえ。夜は狙いを定めづらいな。鉄砲隊、朝までしのげ。夜明けとともに一斉射撃だ。圧倒的な力と恐怖で抵抗の意志をくじく。確かに効率的だ。まるで魔王の戦であるな。相手ではなかったか。あっぱれ。敵は鉄砲隊を配備しているようですね。夜の間に殲滅した方やってやんぜ。良さそうです。上げた野郎だぜ。お前は出さずに済んでよかった。これで少しは楽になるか。
の情けだ。わしの命などくれてやるゆえ、城中の女子供を見逃してくれ。それはできねえ。メベシってのはそういう意味だ。ええ、ならばわしは貴様を地獄の道連れにするのみ。真田の名、怪我さずに済んでよかった。これで少しは楽になる。派手にやってくれるね。対抗できる奥の手だったもの。真田の名、怪我さずに済んでよかった。やってやんぜ。真田こそ天下無双の者の不成。ようやく戻られたか。調略の目処はつきましたかな、藤田殿。どうにか一人。ただ急がねばなりますまいぞ。心得た。砦の民兵が進軍を阻もうとしている。八方城の剣を知れば逃げ散るわ。心得た。これで少しは楽になるか。聞いたか、八方城では大筒で撃ちまくられて散々な目に。恐ろしい。これはもう退散するしかねえだよ。槍のまたざた、俺のことよ。戦を終わらせるためです。私の話を聞いてくだされ。これ以上無益な抵抗は。これで戦が終わるのであれば。開門。皆殺すって言ったはずなんだがな。承知している。だがそれでも多少の封はせねば効率が悪すぎる。ありがたよ。いっそこちらから撃って出るべきか。敵の本陣を突き一気に落としてしまえば。敵の布陣も全て見えた。残る将を倒して戦を終わらせるぞ。己の無力さをかみしめなさい、影から。それはあなたの義を育てることになるのです。
なんという無様な。あっぱれ。敵が迫っております。あとは私に任せてお逃げください。開門。すまない。必ず八王子に援軍を連れてまいるぞ。勝利条件変更。お武家様たちがいなくてもオラたちが八王子を守るんだ。なんでそうまでして抵抗すんだよ。もうやめねえかお前ら。撤収。撃ち取った。よき敵に巡り会えた。ああ、そうだな。